たが無事で。あなたが倒れたって聞いて心臓が止まるかと思ったわ。あれほど外に出ちゃいけないって言ったでしょ。外には怖い怖い狼がいるの。可愛いあなたなんてすぐに食べられてしまうわ。この人たちは誰？この子に何をしたの？いや、俺たちは別に。え？母様。私はあなたの母親じゃない。私の子供はこの子だけ。あなたたちにこの子は渡さない。この子に近づかないで。私の子供、帰りましょう。私たちの家に。私がずっとあなたを守ってあげるから。家にいれば大丈夫だから、もう心配いらないわ。ここは私とあなたの小さな小さなお城。ここにいれば、私はいつまでもあなたを守ってあげられる。あなたは他の子と違ってとってもいい子なの。だからお外で遊んではダメ。周りのみんなは狼なの。狼はどんな悪いことをするかわからないから、話しかけられても知らん顔をしているのですよ。お母さんがいない間ちゃんとお留守番してるのよ。もし誰かがこの家にやってきても、決して中に入れてはいけません。どうしたの、アリス？
それは言ったでしょ、お外は危ないからって。何を言ってるの、あなたは忘れたの？外の世界に出た時、あなたを見る人々の好奇の目、小さなあなたでは耐えられないわ。無理よ、立ち向かえっこないわ。それに外に出なければ傷つくこともない、道に迷うこともない。真実が必ずしもいいことじゃないわ。そんなの知らない。あなたは私の言うことを聞いていればいいの。それがあなたの幸せなの。汚いだろ。家中ゴミだらけで、ずっと掃除もしてないんだから、当然だよね。
そうだよ。君には見られたくなかった。君の前では綺麗な姿でいたかった。王子様でいたかった。でもそんなのは夢物語だ。本当の俺は王子様なんてほど遠い薄汚れた子供でしかない。母様だよ。 Who killed Cook Robin? I said Sparrow. Eat my bow and arrow. I killed Cook Robin. 君なら知っていると思ったよ。だけど殺されたのはコマドリではないし、殺したのはスズメでもない。俺が母様を殺した犯人だ。嘘じゃない。俺が母様を死に追いやったんだ。昔々、ある国の女王様が黒炭の窓枠に座り、ちらちらと降ってくる雪を眺めながら縫い物をしていました。ところが、女王様はうっかり自分の指に針を刺してしまいました。女王様の指から流れ落ちた血は、真っ白な雪の上に真っ赤なバラのように広がりました。それを見た女王様は、もうすぐ生まれてくる子供は、この雪のように白い肌で、血のように赤い頬や唇、黒炭の窓枠の木のように黒い髪を持っているに違いないと思いました。そして、本当に女王様が思っていたような、雪のように白い肌で、血のように赤い頬や唇、黒炭の窓枠の木のように黒い髪をした美しい女の子が生まれたのです。女王様は女の子に、白雪姫と名付けました。あら、雪。綺麗。フリルやレース、たくさんのリボン、ずっと憧れてた。華やかなダンスパーティー、綺麗なドレスに、お城のような大きな家。大好きなお姫様のようになりたかった。どこで間違ったのかな？
りなさい。遅くなってごめんなさい。電気つけたらよかったのに。ご飯はちゃんと食べた？ううん。どうして？お金はちゃんと置いてあったでしょ？また余計なものを買ったのね。様が謝るの？こんな小さなあなたを一人ぼっちにして、好きなものを満足に買ってあげられない、苦労ばかりかけてごめんね。母様、母様ごめんなさい。母様、泣かないで。私、母様のお姫様になるから。だから、泣かないで。どうしたの？あのね、よく聞いて。あなたは男の子だからお姫様にはなれないの。でも母様は言ってた、お姫様が好きだって。そうね、確かに私はお姫様がとっても好きよ。でもそれと同じくらい王子様も好きなの。王子様？お母さんが読んだ物語にも出てきたでしょ？王子様はお姫様を救ってくれるの。あなたは男の子だから王子様。そしてあなたは私の王子様でもあるの。母様の王子様？なら母様はお姫様。私はあなたの母親だから、お姫様とはちょっと違うわね。母様、俺、王子様になるよ。母様の王子様。そして、母様を助けてあげる。ありがとう。あなたはとっても優しい子。さすが、私の王子様ね。
食べてないんだったら、アップルパイでも食べる？リンゴがとっても安かったの。いっぱい買ってきちゃった。あなたもアップルパイ好きでしょ？うん、好きだよ。いいこと？お母さんがいない間、ちゃんとお留守番してるのよ。もし、誰かがこの家にやってきても、決して中に入れてはいけません。わかったよ、母様。いい子ね。じゃ、行ってきます。行ってらっしゃい。どうしたの？雪が。これはしょうがないのよ。雪は表面に積もっただけで、その下には本当の姿を隠しているの。本当の姿？あなたが今踏んだところは土。雪はどんなものでも覆い隠してしまうの。どんなものでも？
寒い？お母さんのコート着る？大丈夫。そう？あ、じゃあ手をつなぎましょうか。こうすれば少しは暖かいでしょ？目が大きくて可愛い子だね。あら、いいわね。ありがとうわ。ありがとう。行きましょう。どうしたの？母様、どうして俺は母様に似ていないの？それは
外国人だ。おーい、女男、何してんだよ。あなたは何も心配しなくていいのよ。あなたは私が守るから。うん。いいこと？あなたは他の子と違ってとってもいい子なの。だからお外で遊んではダメ。周りのみんなは狼なの。狼はどんな悪いことをするかわからないから、話しかけられても知らん顔をしているのですよ。お母さんがいない間、ちゃんとお留守番してるのよ。もし誰かがこの家にやってきても、決して中に入れてはいけません。分かったよ、母様。いい子ね。じゃ、行ってきます。